返信でね、前にエニアグラムと16タイプの比較みたいな動画を上げたんですけど、はい、そこでなんかその僕はなんかセンターってなんだよみたいな、はい、話をするんですよ、はい、要は腸が反応して、はいはい、腸が脳に指令してるなら、はい、なんて言うんだろう、ガッツセンターの意味がわかると、はい、しこのドキドキさせることで、はい、ほら僕がドキドキ反応してるよ、はい、これが好きなんだ、はい、っていうのがハートだと、はい、っていう順番ならわかる、はい、って言ったら順番関係ありますみたいな、はい、すっごい冷めたのをいただくんですけど、はい、僕はやっぱり超ファースト人間で、はい、超のことは信用してるんですよ、まあ、考えるのは頭じゃないですか人間。そう、はい、でっていう動画に対して、はい、よくコメントをくださるですね、はい、マックス・アートマンさんから、はいはい、試験ですが、試験っていうのは私の意見ですね、はい、エニアグラム3つのセンターは全て脳のことですと、はい、情緒を司る脳の部分をハートセンター、体の動きを司る脳の部分をガッツセンター、観察分析を司る脳の部分をヘッドセンターと言ってるだけだと思いますと、はい、これは人間の日常的な感覚に寄せて命名しているということでしょうと、はい、人によりどころを優先してどこを使っているのかっていう話だと思う、その差だと思うと、他人との関係が気になる人、環境と自己の関係が気になる人、全体状況と自己の位置が気になる人などの差でしょうと、だと納得です、はい、前何も納得しなかったですか、前そんな話でしたよね。いやで全部どうですよって言われると、はい、ごっくんできるんです。全部脳ですよって話を僕前回した気がするんですよね。ヘッドセンターの話じゃなくて、ヘッドセンターの話じゃなくて、あ、まあ、や考えてるとこは全部脳で、それを例えばこう科学とかが発達してない、はい、あ、すごいっていうのを名付けたっておっしゃってましたね、はい、まあ、その感覚でなんかこう腹が立つみたいなっていう感覚が多分人間にはあるで、そこでそういう名前がついたんじゃないかっていう話ですよね、をした気がするんですよ。ちょっと何を話したか覚えてないです。まあ、ただやっぱね、このライブ中はね、はい、ちょっと若干バカになってるので、はい、なんかいつも反応なんか返してきやがってっていう、はい、気持ちがあるとちょっとやっぱり、はい、受け入れないですよね、はい、多分そういう話をしてた気がするんですよね。冷静にこの家で、はい、ちょいちょいとなんかウイスキーかなんか舐めながらです、ね、はい、こういうのを見てると、はい、すごいしっくりくる、はい、まあそうだよねって、脳だよねって聞くとですよね。そうです、脳だよねって、はい、って考えると結局自分のタイプは分からんですよね。でもん結局どこにどうつながったんですか。いや、どこに、はい、あ、全部頭だからって話。そう、全部頭だから、はい、まあ、そうなるともう MBTI とかと一緒で、はいはい、え、これどっち、どっちがこの僕の動きは外向なの内向なの、はい、S なの N なのって、はい、全部この中じゃないですか、はい、もう分からんですよねはいって思いません。よくその感覚は分かんない、分かってない。その感覚というのは二等辺の感覚が、あ、いや、全部脳に集約されてるわけじゃないですか。はいはい、そうです、タイプの話ですもんね。タイプの話ですよ、ね、はいはい。で、じゃあ先ほどのね、はい、あの借りまして、はい、じゃあ僕は他人との関係が気になってるのか、はい、環境と自己の関係が気になってるのか、はい、全体状況と自己の位置が気になってるのか、はい、って言われると、はい、どれだろうって、はい、別にそこから選ばなくてもいいって話ですよね。でも一応変センターですよ、エニアグラムのところのそこからなんか選ばなきゃいけないみたいな感じに持っていくからじゃないですか。こっからなんか自分の居場所を決めなければいけないみたいな、本当の自分をね本当の自分がどこなのかみたいな、はい、選ばなくていいんですか。選ばなくてもいい。僕の今の目的はエニアグラムのタイプを見つけようなんですよ。はい、だとセンターが大事だ。見つけようではなんかこう人生をかけて探っていくって話じゃないですか、エニアグラム
なるほど、はい、だから決めつけるものでもない。でもこれは全部気になりますよね、他人との関係で全部ある今の環境全体状況の中の今の座標全部あるっていうじゃないですか、エニグラム全部あるって言いますよ、はい、卑怯ですよね、はい、でその強弱の話ですもんね。じゃあもうみんな 33.3 みたいなのもあるかもしれないですよね。あるかもしれないですけど、でどこだけ 33.4 みたいな、はい、6っぽいですね、なんか今のこの疑ったり、はい、考えたりって今この状況を見ながら、はい、僕の座標はどこに置けばいいんだろうみたいな、はい、難しいですよね。ケゴリさんごきげんよう。僕は自分と他人を比較して考え方が違うと感じたことはないかと、それがタイプなのだと思いますと。はい、でもまあそう思います。いや僕もそう思うけどさ、はい、なんか9個のうちの1つなんですよね、エニアグラムでいうと、はい、MBTI だとか、まあ、16タイプだと、まあ、16個の中の1つだと、はい、そのこれが決めれんのですよ。まあ完璧ではないですからね、どちらも。なるほど、はい、だからまあちょっと矛盾が出たりとかして、あ、そうですよね、はい、該当しない部分もあったりで、どちらも完璧じゃないし、はい、自分自身も本当の自分なんて分かってないじゃないですか。まあないですからね。ないんだやっぱり、はい、本当って何ですかですよそう、最近なんかね、その、はい、ヘルマン・ヘッセ、はい、ノーベル平和賞だったかな、はい、文学賞だったかな、はいはい、あの詩集を読んでるんですけど、はい、やっぱね書いてあるのはね繰り返し、はい、分からないってことが書いてあるんですよ、はい、分からないと人生は、はい、あの輪廻だみたいな、はい、いや、まあ、仏教っぽく書いてないですけど、はいはい、結局繰り返しだと、はい、っていうのが書いてあって、はい、ちょいちょいそれが出てくるんですね、うん、年代ごとに、うん、らしいですね。なんか、はい、ノーベル賞を取る人でも、はい、やっぱり葛藤があって、はい、分からなくて、はい、人生は繰り返しだって言うんですよ、はい、でそれはなんか縛りを読んでてもそんなことが、はい、感じるし、はい、三島も太宰もそうじゃないですかまあ何でもそうです、正解なんてないですからね。だからね、はい、ああいう小説とか読んでてもね、はい、誰もなんかねウェーイみたいな人は出てこないんですよ、はい、ジャンプの主人公みたいな、なんか答え見つけたって人ですか。そう、はい、これだーって、はい、でジエンドみたいなのはね、はい、ないんですよね。まああれも別にもう答えだって決めれば答えって話ですもんね、ジャンプとかでいくと。でもまあアフターストーリーもありますからね、はい、これで終わったとしても、はいはい、カットの後があるわけじゃないですか、はい、そういうのやっぱ日常なんですよね。別に日常なんていうんですかね、その別に答えなんかないわけじゃないですか、世の中に。正しいものもない、正解もない。だとどうやって幸せを感じて生きていくんでしょうね。幸せを感じられるかどうかって話じゃないですか。どんな状況でも幸せだって感じたら幸せですよね皆さんは幸せですか、 なんかっていうところだと思うんですよ。で幸せって考えると幸せじゃなくなるわけじゃないですか。あ、幸せかって考えると、はい、まだまだ何かが足りない。足りないはありますよね。で考えると幸せじゃない、幸せじゃなくなる状況なんか何も変わってないのに比べちゃいますしね、はい、人と、はい、そうするとまあ状況関係なくですよね。こうなったらじゃないですもんね。なんか僕の言い方だとガイダンスとかを求めたがるのがヘッドセンターとあるのに納得してしまいますねと。ああ、なるほど、なるほどね、はい。まあ、ガイダンスくれよっていつも言ってますもんね、答えを。まあ、あのビーズの稲葉さんも歌ってますけど、はい、俺のマニュアルをくれと、はい、二等兵上手に生きていくマニュアルをくれと、はいはい、どこにも載ってないんですよ。ないですからね。で子供の頃教えられるのって勉強しろじゃないですか、はい、違うと。いやそうかもしれないけどそうかもしれないけど、はい、結局なんか勉強して何ができるかって選択肢が増えるんですって言うじゃないですか、はい、選択肢なんか増えたら迷うだけだと、はい、いやむしろなんか選択肢なくても迷いますよね。迷う、これでいいのかはありますよねはい、なんかイチローみたいなこれが欲しいじゃないですか、はい、いや言うしかないんやって、はい、ありました？生きてで、ね、ないですよ。でもそれってなんか探すものじゃないわけじゃないですか。決めるものですか。決めるものだと思うんですよ。一郎がいろいろ探した結果やっぱ
俺には分析した結果野球が向いてるって始めたわけじゃないと思うんですよね。あ、もう野球って決めて、野球って決めて、もうこれで一番になるんだって決めて、プロになるんだって決めて、子供の 時からやってるみたいな。今我が社には、はい、なんか後継者問題があってね、はい、で、まあ、僕はなんか面談の時に、はい、僕が社長やりますなんて言って、はい、言って、はい、まあ、1年ぐらい経つんですけど、はい、あれからどやみたいな話をされて、はい、うーんみたいな話をしてて、はい、君に足りないものが一つだけあると、はい、教えてやろうと、はい、覚悟だよって言われて、はい、そこなんでしょうね。多分 NF っぽいところがそこじゃないですか。あ、まあ、6っぽいところでもあるかもしれないですけど本当にこの社長でいいんだろうかみたいな本当の自分がこっちにあるんじゃないかみたいなことを思うわけですよね。俺がなんで社長できてるか教えてやろうかと、はい、できると思ってるからだよと、はい、多分そんなもんなんですかねまあそんなもん、まあ、そこに向かっていくしかないみたいな話、ね、やると思ってるからだと、はい、君には覚悟が足りないああ50で覚悟言われるかって、はい、皆さん覚悟で生きてますでしょうか。はい、じゃあ NT とか SP とか SJ さんはそれができるんですかね。こうやって生きていくって決めて、はい、できていくんですかね、それが。まあ、ある程度思考方向は決まってそうですよね。SP も NT も SJ もなるほど、はい、今僕なんとなくです、はい、NF はなんかいろんな方向を向いてそうな気がするんですよね。可能性を無限に広げてる感じ。無限だと思ってます、はい、でなんか SP とかはこれが楽しそうみたいな方に振るわけじゃないですか。はい、はい、ああそうね、はい、そうね。でまあ SJ だと、まあ、ルールに振るわけじゃないですか。ルールなのか、はい、まあ、なんか伝統的なものなのか、はいはい、義務なのか、義務とかなんでしょうね、はいはい、これがねもう楽になりたいんですよ、はい、でも楽になれ なれないんでしょうね、はい、もうずっとこんなんなんでしょうね、ずっと、はい、もう50って若くないのにねまああと倍あるらしいですよ。まあ我々そうですね、100までね、はい、なんかまあ島田紳助が話をしてたのは、はい、子供が青年期が20歳まで、はい、で20歳までだったかな、で、おっさん期があってじじい期があると、はい、で遊べるのはおっさん期までだと、はい、大体おっさんっていうのは50まで、はい、でそこからずっとじじいだって言ってて、じじい時代が長いとつまらんっていう話をしていて、はいはい、幸せは探してるうちは見つからないと。はい、まあ、探して見つかるもんでもないですよね、きっと。いや日々ね、はい、幸せ、あ、これが幸せって言うんだねっていう瞬間もありますよ、はいはい、瞬間なんですよ、はい、以上です、はい、勉強はいろんなものを拾えるセンサーとか判断基準を、あ、みたいな、そうですね、あ、なるほどね、作っていくためのものかなと思うと、勉強以外にも必要ですしねと。あとまあ頭いいとこの方が面白い人はいますよね、多分。学校とか、学校とか、まあ分かんないですよねっていうのを子供には言ってるんですけどね、はい、面白い人がいるのは頭いい高校だよって、はい、こっちを採用することにします幸せの答えが分からないから、自分が少しでも良くなるよう無理のない範囲で少しずつ頑張るしかない気がしてますと。うーん、まあごもっともなんですけどねはい、はい。